皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほ、村民の霊夢だよ。今日もこの空港にいるエアーマンは倒せない世界で生き残るために頑張っていこう。市民による自警団の巡回により、ボゴレンでの犯罪。その悪化はひとまずは止まりました。おお、不死、やっぱり犯罪大激増シーズンは、昨夜までで終わったみたいだぜ。最悪の状況は脱しはしましたが、気を緩めず、引き続き警戒を続けてください。マリサ、自警団って？ギャングの親戚だ。わあ。村長、適当なことを教えちゃダメですぞ。当たらずも遠からずだろ。まあ、町の治安が良くなったんなら何でもいいぜ。これで毎晩のように襲撃、来なくなるんでしょ？ですな、カリナさん、お喜びくださいませ。ん？今晩からはまた夜の警備、一人体制に戻すぜ。ふふん、終戦も間近となった春のボゴレン。まだまだ夜は冷え込みます。わしという湯たんぽが、カリナさんの安眠を約束しますぞ。カリナちゃん、臭かったら蹴り飛ばしてくれていいからね。霊夢村民。うん、そうする。え？ふっ。冗談だよ、霊夢、全然臭くない。いい匂いだもんね。か、カリナさん、そもそも我ら、もう1ヶ月以上もまともに風呂入っていないしな、臭くない通りなし、今はみんな等しく臭いんで、気にならんだけだぜ。ふっし、終戦したら、みんなでこのまま満員電車に乗ってみたいね。テロですな。まあ、それはさておきこれだぜ。し、ようやく材料も揃ったし、密造酒、作ってみようかね。飲めばいろいろと楽になれるお酒ですか、材料はお砂糖とお水、それに薪、これだけで密造酒が一瓶できる。テクノロジーですな。ボゴレンマジックだね。密造酒というとウイスキーが有名らしいが、これはいわゆる砂糖酒。ドブロクと呼ばれる酒に近いか。はい、仕込み完了だぜ。これで明日には霊夢印の美味しいお酒ができるはずだよ。あ、明日。随分早いんですな。発酵に使う酵母的なあれは、一体何を？君の名は、って知ってる？へ？お野菜、出てるね。あ、随分豊作だな。ふふん、これだけあれば、多少終戦の日にちが後ろにずれ込みましても。うんうん、なんとかなりそうだね。終戦、終戦か。ん？どうかされました？カリナさん。うん、なんでもないよ。見て見て、霊夢、こんなに大きいサボテンができた。え？なんでサボテンなんて。わしがこっそり植えたんです。こちらのサボテンから採取した種を、わし、荒れたボゴレンの大地にばらまくつもりです。なるほど。自殺者を増やして町にとどめを刺すわけか。ふふん、世紀末の荒野でもすくすく育ち、かつ栄養満点なサボテン。今のボゴレンにこそ必要な作物と言えましょう。わしはこのサボテンで作りしサンドイッチを、今回の戦争でもって疲弊したボゴレン市民の皆さんに、炊き出しとして提供する、そんなナイスな計画を立ててしまったんです。カリナちゃん、土の盛り方は、こんな感じでいいかい？うん、上手、上手だよ。あれ？なんか温度差がありますな。ボゴレンには港や鉄道の他に、かなり大きな空港もあると聞く。戦争が終結し一段落すれば、サボテン南族はずとも、そういった交通インフラでもって食料や医薬品も流通してくるだろうよ。あれ？ボゴレンに空港なんて、あったっけ？あるよ。全部、大きな羽が生えた飛行機、いっぱい止まってるんだ。ほっほう。飛行機か。し、そりゃ一度は見てみたいもんだぜ。てなわけで、今晩のスカベンジはここ。空港に来てみたぜ。また随分と荒れてるね。ふっし、でっかい機械の鳥、飛行機が空に飛び立つための場所。それがここ、空港らしいけどさ、こんなありさまじゃ、最後の飛行機が飛び立ってから、もう随分経つんだろうぜ。噂じゃここ、ボゴレン空港の管制塔って場所には、政府軍の人たちが駐屯してて、軍属以外の民間飛行機がここから飛び立とうものなら、し、ロケットランチャーでもって撃墜してくるんだってさ、本当は狙撃銃。持ってきて、私も軍人さん相手にドンパチやろっかなって思ったんだけど。それは私がやる。お前は物資を持ち帰ることに専念してほしい。ボスにそう言われちゃったからね。あらよっと。ん？ふし、まあ、私にはこのショベルがあるぜ。はぁ、俺にはもう何もねえよ。背中に哀愁が漂ってるおじさんが一匹。こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃ。軍人さんにしては、どうにも覇気がないね。それに、背中がガラ空き、まるで殺してくださいって、誘われてるみたいなあれだぜ。なんでこの俺がホームレスなんかに、もう、何もかもどうでもいいよ。ぐっさー。この匂い、お酒？しかも、かなりの安酒だね。おこと。おいおい、誰だい、あんた、突然人の背後に立つなよ。ヒヤヒヤさせてくれるじゃねえか。突然って、かなりゆっくり近づいたつもりなんだけどね。てっきり密輸人かと思ったぜ。密輸人？ああ、時代の悪党どもさ、奴らは俺の持ち物。全部奪い上がったんだ。食料、医薬品、宝石、家族までも。その密輸人って、もしかして、
港に抱かれるって人のこと？カレル？いや、違う。電柱の中に、そんな名前の奴はいなかった。俺はな、もともと、車3台に別荘、それに、気立てのいい車房に、若くてキュートな愛人まで持っていたんだ。一気に興味が薄れたぜ。まあ待てって、年上の話は聞くもんだ。この空港はかつては賑わっていた。多くの人々でな、ジョーちゃん、外国人だろう？まあの。この場所、ボゴレン空港はな、数年前に開かれた、ワールドカップ、それを見に来るジョーちゃんたちのような、外国人観光客のために敷設されたのさ。へぇ、ワールドカップ、ボゴレンでそんな大きな大会が開かれたことがあるんだね。俺はな、仕事でもこの空港、よく使ってたんだ。ちょうどジョーちゃんが今いる待合所で、コーヒー飲みつつフライトの時間を待ってた。ここ、待合所だったんだね。ひ、いつくらいしか、その名残がないぜ。俺はこの空港の常連だった。だから、ボゴレンで戦争が勃発して、この場所を離れようってなった時に、陸路よりも海路よりも、空路を選んだ。それが大きな間違いだったのさ。間違い？密輸人に、全部払った。払えるものは全部、そう。愛人も、泣く泣く売春宿に売り払った。そうだよ。でも、結局、俺はこのざまさ、むしられるだけむしられて、ケツの毛まで払って、ようやく手に入れた飛行機のチケット2枚、それで乗り込んだ飛行機は、ははぁ。飛行機は、どうなったのよ。ドカーンさ、はは、ドカーン、離陸前にな。生き残ったのは俺だけさ、笑っちまうよ、ほんと。見てこいよ、ジョーちゃん、あいつも、女房も喜ぶぜ。おじさん。戦争で怖いのは人さ、いろいろな意味でな。なあ、金髪のジョーちゃん、一つ。頼みがあるんだが。何よ。そのショベルでさ、俺の頭、かち割ってくれないか。自分でやろうと思ったんだよ。でも、怖くてな。へへ、もう嫌なんだ。こんな人生、俺はクソさ。はは。ふん。悪いけど、ショベル、折れちゃったんでねー。だったら、ほら、このガラスの破片で。おじさん。なんだ。ごめんね。私は、生きるのに忙しいんだ。バイバイ。あ。ち、クソ。俺は、何、やってんだろうな。おぉ、不死、これが飛行機。空飛ぶ鉄の鳥なんだね。あーよいしょっと、ロケランをぶち込まれたのか、船体がボロンボロンだぜ。ほのかな燃料の香り。それに、乾いた木の匂いもする。さっきのおじさんが、全財産も人間性も捧げて乗り込んだっていう飛行機。多分これなんだろうけど。ん？あ。こんばんは、もしかして、君が、彼の奥さんかな。懐には、ハーブの飲み薬が3個もある。奥さん、もともと体が悪かったのかもしれないね。ごめんね。もういらないだろうから、ハーブ薬、いただいていくぜ。市民が乗ってる飛行機でも、容赦なく撃墜する。反乱軍の兵士が紛れて逃げる可能性、潰したかったのかもしれないけど、やっぱり、なんか釈然としねえぜ。さて、もう日の出まで、あと2時間切ったし、最後にサクサクっとこの建物、調べてから帰るとしようかね。あ、背中がかゆいんじゃ。あの人、どう見ても軍人さんに見えるぜ。そっか。それじゃあ、この建物が、管制塔って場所なんだね。足がダメになった。兵長、運動不足では？バカ。これはあれだよ。この前売春宿に行ったせいさ。なるほど。この建物には、二人の軍人さんがご滞在中みたい。せい。何やってんの、あの人。く、聞いてる聞いてる。やめろよ、二等兵。むさっ苦しいから。市民を守るためにも、体づくりは大切です。ほら、兵長殿もご一緒に。ふ、なんか、愉快な軍人さんだね。むむ。こんばんマッスル。こんばんマッスル、って、そうじゃない。誰だ、君は。ここは民間人立ち入り禁止だよ。すぐに立ち去りなさい。へぇ、女か、ふーん。まあ、ちょっと細いが、悪くはねえな。そりゃどうも。見たところ、丸腰のようだね。この辺りには、まだギャングたちも徘徊している。早く帰りなさい。さあ、まあ待て二等兵、そうじゃけんにすることもあるまい。ほら、そこの女、2階に上がってこい。上がって何するわけ？何って、お前。兵長、自分の銃が暴発します。は？うおお。さあ、今のうちに、裏口からなら早く帰れるから。ありがとう。変わり者の軍人さん。変わり者か。まあ、そうだね。あ、そうだ。ん？前哨部隊駐屯地には近づかない方がいいよ。近いうち、鬼が出るからね。言ったか。二等兵、貴様、銃の手入れもまともにしていないのか、この脳筋が。は、返す言葉もございません。ち、デクが、だからその年になっても二等兵のままなのだ。俺は貴様よりも等も若いが、階級は三つも上だ。しかも、明日からは花形の駐屯地勤務。その上、故郷には幼馴染の婚約者までいる。この戦争が終わったら結婚しようと約束までしているのだ。ふふ、悔しいか？悔しいだろうな。は、めちゃくちゃ悔しいであります。軍人さん、
見つかったら、すぐに撃ってくるのかなって、ちょっち心配だったんだけど、あの筋トレしていた武将ヒゲの人、なんだか、毒気抜かれちゃったねー。軍人さんも、全員が全員、狂っているわけじゃない。のかな？領務村民、お帰りなさいませ。お帰り？不死、ただいまだぜ。うむ、怪我はないか？あたぼうよ。どうやらシェルターの方も、夕べは静かな夜だったみたいだねー。ですです、心なしか、犯罪大激増シーズンが始まる前、わしらがここ、ポゴレンの大地に降り立ったばかりの頃より平穏な夜でござりました。降り立つ？そういえば、みんなは、飛行機でポゴレンまで来たの？ああ。まあ、そうだな。空を飛ぶ乗り物という意味では、間違いじゃないか。そっか、私、飛行機。まだ乗ったことないんだ。どんな感じなのかな？眠って、起きたら到着している。そんな感じですか？ほへ、不死、戦争が終わって、カリナちゃんがもう少し大きくなったら、そっちの飛行機にも一緒に乗れるといいね。そうだね。一緒にアフリカにも行くんだもんね。それでは、戦時中とは思えないほどの、穏やかな雰囲気を取り戻したポゴレン。遠い空に思いを馳せつつ、第37日目の朝を無事に迎えられたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。